はーい、テキトでーす。こんにちは、佐藤です。給与です。毎回こういう感じで始まるんだ。今日ね、ようやくピグパーティーの2人のアバターが完成したということで、見ましょうか。見てください。じゃあ佐藤と給与目線、じゃあまず佐藤からいくか。はいはい、まず佐藤から。あ、初期マジで初期部屋じゃん。当たり前だ。なんで裸なんだ。ゴマみたいな目してる。最初はそうじゃないのやっぱ。ガチ裸なの。裸から始まるんでしょ。結構忠実に。お前割と似てない？いや、お前結構消えた。あれあれ。ちょっと待って。いや、お前いたいたいた。お前こんな顔してたっけ。いや、あの選択肢の中じゃこうよ。ああ、限られたパーツを組み合わせるとこれなの。そう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 。お前もっと本当は出っ歯が欲しかったんだけどね。出っ歯とメガネが。で、出っ歯だと思われちゃう。なあ、まあ、髪型もね。髪ね、これこの前髪が垂れてんのがあんま、うん、あんまだったんだけどね。内側にね。ああ、なちょっとナルシストっぽいよね。そう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 、確かに。まあまあ、あの中だったらこれかなっていう。まあこれ、佐藤はこれでいくということで。そうです。はい、じゃあ清めさんいくか。もう待って。これまだ見てないですね。これそんな面白くないんだよ。行くよ。ちょ、行っていい？行くぜ。脱ぐかな。行くよ。ちょ、もうサムネで笑っちゃうんだけど。ちょ、こっち向いて。はい、こっち向いてよ。あ、いいじゃん。キム兄みたいな。なんでお前いいね。なんでお前ラッパーっぽい感じがよくて。あ、そういうことね。ラッパーだもんね、お前。ラッパーだから。なんで、なんで40代ぐらいの。なんでお前、なんでお前後ろ向くんだよ。いや、なんか正面向いてない俺。向いてない向いてない。ちょっと隣に座ればいいんじゃない。俺の隣座って、ここ。あ、そこね。あ、そうそうそう。あー、いい。逆だろ。お前って。あ、いいじゃんいいじゃん。中でもこれも割と忠実じゃないかな、結構。ああ、こっちはガチで給与明細似てるわ。似てる、これ似てる。ひげはないけど。ひげこんなボーボーじゃなかったけど。いや、まあ、いつだっけ最後あったの。最後あったのでも先々月ん、もっと前か、3、4ヶ月前ぐらいで。ちょ、今もうこんぐらい。お前そんなヒゲ生えたの。人と合わないからね、今。人と合わないかも。剃る意味もないから。確かに。眉毛もね、忠実だねこれ。眉毛もうちょい太いかな、でも俺。だからこのアイコンに寄せてきたね。確かに。新しいタレ眉な、ね、この顔。そうそうそう、すげえうろちょろすんじゃん俺。追うの大変なんだけど。ごめんごめん。まあまあ、いいね、まあ、顔かわいいしね、なんか腹立つ。そうね。ちょっと最後3人並ぼっか。佐藤来いよ、来いよ。通信エラー、やだわこんなやつと2人。そんなこと言うなよお前。なんか生えてる、でもなんかさ、うん、マジでモテのそうだよねこいつ。まあ出会い目的でやるアバターじゃないよ。じゃないよね。あ、眉毛がな。あ、すごい部屋。メヘラの通りみたいな。なんで裸なんだよまだ。うわ、なんか俺だけガチっぽくてやだな。うわ、なんかでもサイコパスみたいだな佐藤は。ちょっと確かに。髪がね、こういう寄生獣こういうね、なんかあの4体ぐらい体にいるやつ、強いやつね。うん、うん、確かに髪型はね、ちょっと正直ね、納得いってないとこあるね。やっぱこう見ると露骨になんか無課金との差出るな。いや出るでしょ、うん、出るよ。きっしょこの髪。無課金も何よ。気色悪いな。髪だけセットしちゃって。確かに後ろ刈り上げてるしな。あ、ほんとだ。のキャラクリの時後ろ見れないんだよね。え、見れるよ。え、嘘。ほんとほんとほんと。もうキューはね、ガン丸坊主だもん。もうこれでいくよ。お前リアル丸坊主なの今。いや、お前そんなわけねえだろ。いや、ありえるだろ。これより、このアバターより短かった。全然短いよ。青かったもんね。うん、
水色だったもん、お前の頭。じゃあちょっと、まあ、この動画短く、まあ、終わろっかも。うん。というわけでね、3人のアバターこんな感じになりました。ちょっと並んで。はい、というわけで、まあ、3人のグループ名決まってませんけども。なんか、足軽みたいだね、俺。確かに。すげえ。俺嫌なやつみたいじゃん。というわけでね、よければね、この3人覚えていただけたらと思います。そうね。うん。お願いします。お願いします。終わり。さよなら。